はい、こんにちは。はい、こんにちは。ブリバンゴルフチューブをご覧の皆様、MC の佐藤と言います。よろしくお願いします。ブリバンゴルフ酒井誉です。よろしくお願いします。酒井プロ、はい、本日は、はい、以前、はい、酒井プロが使っている、はい、このステータスというウェッジの工房に、はい、今日は来ています。ついに来ましたね、はいはい、僕大変お世話になっているこのステータスさんですけども、はいはい、今日はどういう、それがなぜここに来たかというと、おまさかのステータスさんが僕のウェッジを作ってくれるということで、おしかも、はい、このこっちの面に、はいはい、エブリワンゴルフのロゴを入れてくださる、おロゴ入りで、ロゴ入りのウェッジを作ってくださるということで、今日は、はい、ステータスさんの、スタジオ、スタジオ工房に来ています。はい、では楽しみですね。早速、はい、その工房の主の、はい、山本さんに、はい、登場していただきたいと思います。はい、山本さんどうぞ真ん中へ。はい、こんにちは、山本と申します。ゴルフ工房トップレック代表山本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、します。本日はエブリワンゴルフのロゴを入れたウェッジを作ってくれるということでこっちに来たんですけど、はい、山本さんとは僕は今日初めて会ったということなんですけども、ちょっと前から LINE とか電話でいろいろその僕のデザインっていうんですかね、あのやってほしいっていうそのデザインを、こんなデザインを見せて山本さんにご連絡取ってたんですけど、はい、山本さん、ステータスっていうのは、はい、どんな感じでそのウェッジとかを作られてるんですか？うちの場合は、だいたい基本的にはまあ一般のお客さんがまあメインで、一般的に同じものをたくさん作るっていうよりも、なるほど、佐藤さんが言われるみたいに、あの自分のオリジナルの、完全なオリジナルのウェッジを作るっていうことをメインにやってます。なるほど、はいはい、なんで、いろんな形っていうのは当然ありますんで、今回はあの佐藤さん特別のウェッジを作りたいと思ってます。はい、ありがとうございます。佐藤仕様ですね。佐藤仕様、まさにザ・佐藤、ザ・佐藤、ザ・佐藤、ザ・佐藤って入れました。そういうことですよ。はい、でデザインの方も僕もその酒井プロのデザインとか見て、はい、その彫り方がいろいろあるみたいで、はいはいはい、まあこうパンチっていうんですか、そうですね、をで穴開けたり、はい、そのサンドっていうんですか、サンドブラスト、サンドブラストっていうので、うん、薄くその絵を描くっていうスタイルがあるみたいなので、はい、両方ができるようなちょっとデザインをちょっと作ってもらいたいと思いますので、はい、今日は、はい、ちょっとよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。エブリワンゴルフ、じゃあ山本さんのステータス、はい、ちょっと見させていただきたいと思うんですけども、はい、こちらにめちゃめちゃ入ってますね。そうですね、あのこれはまあ商品の一部なんですけども、はい、先ほど言ってたことを紹介するとですね、はい、この辺のやつですね、これ例えばこれ、はい、まあこれもそうですけど、はい、この辺っていうのはこうポンチのデザインになります。なるほど、はい、でこれは一個一個手で手彫りで一個一個彫っていくんで、かなりやっぱりちょっと時間のかかる商品なんで。手彫りなんですね。そうです、そうです。なるほど、はい、なんで若干ちょっと値段的にはお高めかもしれないですけども、まあそうですね、手作りなんで。そうですね、ただ世界に一本自分だけのデザインというウェッジになります。はい、でさっき言ったあのサンドブラストの今度のデザインですね、はい、サンドブラストのデザインっていうのはこういう風なやつ、ちょっと薄めのちょっと柄とかできますもんね。そうですね、とかあとはこれはちょっと左用になりますけども、これもこうサンドブラストの方で、あ、ドクロのデザイン、ドクロのデザイン、なるほど、こういう感じ、はいはい、ポンチと、スワロフスキーをこうミックスしたデザイン。なるほど、スワロフスキー、こういう風なデザインとか、これはまあメッキ違いですけども、これはポンチのデザインになります。へえ、はい、なんでいろいろな形っていうのがすごい、自分の好きなように作れますので、はい、それはもうご要望に応じて、はい、当然できることできないことっていうのはありますけども、はい、基本的には大体何でもできます。大体何でもやっちゃう。大体何でもできるけども、できないことはできないというふうにきちっとはっきり言いますので、はいはい、できる範囲は全てやってます。なるほど、はい、分かりました。エブリワンゴルフ、は
はい、では、ステータスの山本さんに、はい、作る前にちょっとそのウェッジの説明っていうのを知ってもらいたいと思うんですけど、はい、僕ウェッジを作ってもらうっていうことで、はい、一番その悩んでるというか、はい、そのこういったウェッジを作ってほしいっていう願望があるんですけど、はい、聞いてもらっていいですか。はい、で僕の中でもう僕もゴルフするんですけど、はい、サンドウェッジって言ったらやっぱバンカーなんですよ。まあそうですね。そうなんですよ。で、はい、バンカーって言ってもそのいろんなゴルフ場によってその砂の質ってのがすっごい柔らかいのがあったりとか、はい、すごい硬いのがあったりするじゃないですか、はい、ありますよね。それでもいちいちその技術でプロじゃないんで僕できないんで、はい、なんかその打てば出るようなウェッジがあればいいかなってずっと思ってて、はい、でたまたまこうやって作ってもらうっていう機会があったんで、はい、なんかどうなのかなと思って、そういうのを作れるのかなと思って。そうですね、やっぱりゴルフ場によって砂の質がやっぱり硬かったり、うん、やっぱり砂がすごく柔らかかったりありますね。やっぱりゴルフ場によってやっぱ違うんで、はい、で本来であれば硬い砂のところというのはやっぱりバウンスの薄い、一般的に言われる薄い、そうですよね、がいいし、柔らかい砂の場合っていうのはやっぱりバウンスが多めのやつの方がやっぱりうまく打ちやすいと思うんですけども、はいはい、そうですね。ただやっぱりその状況によって、今日は砂が硬いからこのウェッジを持っていこう、はい、今日は砂が柔らかいからこのウェッジを持っていこうっていうのはやっぱりなかなかアマチュアの人って難しいんで、うん、難しい。で一応佐藤さんのそういう悩みに対して、はい、僕が思ってるっていうのは、はい、まずバウンスをとにかくやっぱりあまりこうつけない。なぜかというと、うん、バウンスっていうのはやっぱり構えた時に当然バウンスが高いやつですね、要は、ここの高さが高いものっていうのは、はい、うん、構えると普通に構えた時っていうのはこういうふうに後ろが出っ張るんで、はいはい、基本的に立ちます、ね、はい、ソフトが、うん、でこの時にプロとか上級者の人っていうのをこう開きます、はい、これができるんでバウンスの効果っていうのがうまくこう使えるんですけども、うん、普通の人、アマチュアの人っていうのはやっぱなかなかこうやって開いて打つっていうのがやっぱり難しいんで、そうですね、でそうすると立ったまんま、うん、このまんま入るんでバウンスが多いと余計にこう突き刺さる、うん、刺さっちゃう、あります、あります、ですよね、理屈としてね、はい、かといってじゃあバウンスが薄いとどうなのかというと、やっぱバウンス薄いと当然ポンと置いた時っていうのはやっぱこうフェースっていうのは開きやすいんですけども、それでもやっぱりプロのように斜めにこう入れてバウンスを要はうまく使って打てる人であればそれも可能なんですけども、だけどいずれにしてもやっぱりアマチュアの人っていうのはなかなかこういう距離が近い時なんかに開いて使うっていうのが非常にやっぱり難しい、慣れてないんで怖いですしね。だからその時の両方をできるだけ、まあ当然 100% っていうのは難しい、難しいですけども、うん、はい、両方を解消するために、今回作ろうと思っているウェッジっていうのは、はい、バウンスを少なめにして、はい、真ん中をこうへこませたウェッジというふうな形の形状でまず作ろうと思ってます、うんうんうん、なるほど、うん、でこれの利点っていうのは真ん中がへこんでますから、はい、打つときここが当然真ん中が隠れ込んでます、はい、でそうした時に多少紙気味、要はダフルっていう感じですよね、はいはい、ダフって入ったとしてもここから真ん中がへこんでる分砂がこう下に逃げやすい構造になってます、はいはい、でそうすると多少ダフっても砂がこう下に逃げるような動きになるんで、うん、ヘッドはこう持ち上がる、要は刺さりにくいっていう、なるほど、抜けやすい、抜けやすい、はいはい、そういうことですね、うん、だから形としてはソールの形っていうのはまずこういうふうな形にしたらどうかなと、あーなるほど、したいですね、はい、うん、思ってます、はい、なるほど。で一般的なウェッジっていうのはこういうふうな顔の形ですね、一般的なウェッジっていうのは、うん、そうですね、はい、はい、これオーソドックスね、これはオーソドックスな形ですね、うん、こういうね、で今回僕が思ってるのは開きやすいウェッジ、はい、でプラス打った時にフェースをかぶりにくいイメージです。ああいいですね、はい、なんでちょっと今の人
この頃ゴルフ始めた人、まあここ10年以内に始めた人とかっていうのはやっぱりちょっとこうあまり見慣れない顔だと思いますけども、うんね、こういう風な形でこうヒールを低く作ったウエッジですね、うん、ここ、うん、変わってますね、でこういう形でいくと非常にこうフェースがまず開きやすいっていうのと、うん、こちら削ることによって何が違うかというと、ここのやっぱり重さが軽くなるということですね、うん、で要は根元が軸シャフトに対しての、ホゼルのこの部分というのは軸になりますから、うん、ここの軸に対してヘッドの方が重くなった方が、うん、フェースっていうのは非常にこう閉じにくい、要はこっち側が重いとこう打つ時に開いて入りやすい、動きが入りやすいんで、うん、ミスった時にかぶって入るっていうことが非常に少なくなります、うん、こういう形状の方が。ということはあれですね、ドライバーでその先に鉛張るとこう開いてくるっていうイメージを形で作っちゃったみたいな、そういうことです、そういうことです、うん、まさにそれですよ。それとこういうふうにして見比べると分かると思うんですけども、よりここの軸根元にから三角形を作るってことですね、こう斜めに入れやすい形、うん、こっちの場合っていうのはここのやっぱりさあのヒールの部分、ここですね、この部分がこちらに対してこっちの方がやっぱりかなりこう落としてるんで、落としてますね、はい、だから余計こう視覚的な部分の話になるんですけども、はい、うん、三角形が よりこう鮮明に見えると、うん、でなぜ三角形がいいかっていう今度話になるんですけども、はい、うん、三角形にすることによって自然にボールに対してクラブっていうのが斜めにこう入りやすい、うん、これはだから無意識にこう入りやすいになるっていうんですよね、だから上手な人の場合っていうのは、例えばこれは酒井プロのウェッジですけども、うん、上手な方っていうのは必ずほとんどのサンドウェッジっていうのは斜めにこういうふうに、なるほど、傷が入ります、ほうほうほう、 でそれはアマチュアの人の場合っていうのは結構まっすぐ入ってたり、うん、なんかあっちにもこっちにも入ってたり、だから一応形としてはこういうふうな、これは、一般のメーカーでいうと、PI2 とか、今の方っていうのはちょっと馴染み薄いかもしれない、あ、昔のピンのアイアン、こんな形でしたよね、なんか。そうです。だから昔っていうのはそういうやっぱりウェッジっていうのが結構流行ってて、そうですね。で、今はやっぱり、ティアドロップという、まあ、一般的なメーカーでいうと、まあ、ボーケーのウェッジとか、そういうのがまあ主流になってますけども、うん、ただ基本的な性能っていうのはやっぱり昔のそのPI2であるとか、うん、リンクスのマスターモデルっていうのは非常によくできたモデルなんで、うん、だからまあ大げさに言うとそれの復刻版を作ると、なるほど、うん、いうような形で、現代型PI2 であるとか、うん、現代型リンクスと、なるほど、いうような、うん、ふうに思ってます。もうこの性能はね、もう僕大絶賛ですよ、大絶賛。もうここもこれかれこれ1年近く使ってますけど、うん、今までこのねノーマルのティアドロップのタイプでお願いしましたけど、もうこれの方が間違いなくそのバンカーだったり、あとまあ開いてとにかくロブショット打つとか、あと逆に言うと6、70、うん、ちょっと強めにあって入った時には、うん、普通は左へちょっとこう飛びたがるんですけど、これ来ないんですよ、うん、だからもうこのやっぱ顔がねちょっと個性があるんで、まあ、お客さんなんかでもノーマルがいいって言われる方も見えるんですけど、性能はね抜群にこっちの方がいいです、僕が考えてるのは、はい、まだあるんですか。まだあります、もちろん、はい、めちゃめちゃありますね、まず今回は、はい、先今言ったようにこういう形のウェッジを作ります、はい、でデフォルト形状はこういうふうに、はい、真ん中をへこました、これまあ僕らっていう言い方ですけどダブルバーンスって言ってますけども、はいはい、ダブルバーンス、はい、ダブルバーンスで作ります。でその原型となる形っていうのは通常のこういうふうなウェッジ、これなんかでかくないですか。これでかいです、顔大きいですよね、でかいですけども、これをですね線を描きますね、おイメージを、イメージこれをエブリワンゴルフ
実際に今からちょっと削る前に、はい、ロフトとか内角、ああなるほど、これをちょっと合わせ、うん、入れますよね、あの先に合わせますんで、希望のまずロフト内角ですか、はい、まあ、実際僕今までゴルフ17、18年やってるんですけど、はい、ウェッジに関しては52度と58度しか使ったことないです。52度と58度、はい、はいはい、なのでまあ希望としてはその2つかなと思ってるんですけど、はいはい、どうなんですかね、今回の、この形っていうのは、はい、先ほども言ったと思いますけども、非常にこうウェッジとしてはこう開きやすいウェッジ、ああ、知ってましたね、はい、の形状もしてるし、はい、まあ、バースもあんまり作らないんで、はい、やっぱり飛ばしたいときは飛ぶウェッジ、うん、飛ばしたくないときは飛ばさない、飛ばないウェッジですね、うんうんうん、で、それを考えたときに、今まで52と58で、ね、うん、だけをちょっと使ってたということなんですけども、はい、まあ、今回のやつはそうやってこういろいろな操作がしやすいんで、なるほど、うん、51と57でどうかなと。 おちょっと珍しいですよね、51、57ってね、あんまり、うん、で、もし、これは当然、うちで削ってるウェッジっていうのは、はい、軟鉄の単造のウェッジなんで、はい、どうしてもやっぱり51と57と使うと、飛びすぎると、はいはいうんはい。そういう場合っていうのは、後々の調整が効きますから。なるほど。で、まあ、僕は、まあ、その、ウェッジのプロフェッショナルなんで、そうですね、はい、僕は匠なんで、自称ですけど、自称ですか、はい、いや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 、もう匠だと思うんで、匠、与えられたロフトで僕は頑張りますよ、うん、まあ、あとは本人に腕次第、そうですね、うん、腕か、だから腕は任せてください、僕に、あ、僕にそこは任せてください、わかりました、じゃあ5157で作ってください、はい、はい、わかりました、よろしくお願いします、行きましょう、はい、はい、よろしくお願いします。エブリワンゴルフ、ロフトと内角をまず調整します。で、通常の単造ですね、こういう状態の場合っていうのは、はい、揃ってないことが多いんで、これをまず形を、ロフトと内角を合わせます。で、現状今どうなってるかっていうのをまず説明しますね、はい、まずちょっとここを写してもらっていいですか、はい、この線ですね、ここですね、この線とスコアラインが今すぐまっすぐ平行になってます、まっすぐですね、まっすぐなってますね、はい、はい、でこれ、でここを今度取ってください。でここの数字っていうのが60いくつだ、これ、これ65.5になってますね、 65.5 ですね、はい、はい、で今度はもう一回こっちいいですか、今度はロフト何度になってるかっていうのを見せます。なるほど、ここの数字、これ50っていうのは分かりますか。分かります、はい、で50度プラス何度っていう、56になってるのかな今、いや、どうなんだろう、そんなには言ってないです、言ってない、ええ、ちょっと待ってください、ね、あ、その点ですね、はい、53ですね、多分そうですね、53、51、52ぐらいですね、はい、大体、はい、はい、でこれを今から51度と、内角は佐藤さんは背が高いんで、はい、僕的には66度ぐらいでも、普通の一般的なウェッジっていうのは、はい、63か64度ぐらいっていう内角が多いんですけども、はい、結構背が高いんで、はい、66度で合わせたいと思います。わかりました、はい、じゃあそれでよろしくお願いします、はい、じゃあ51度、はい、まずロフトを51度にします、はい、で内角を66度にします、はい、はい、でじゃあ今から調整します。 OK です、お願いします、はい、先ほどの測った機械ですね、あちらの方は計測器で、こちらは調整器になります。なるほど。でこういう調整器っていうのは基本的にはバースの形状とかでロフト角とか内角っていうのはかなり違ってくるんで、はい、こちらはもうあくまでも数値だけ
一度立てる、一度寝かすとかっていう、こう数値だけを見ますんで、こちら側の数字っていうのは当てにしてないです。なるほど。で、調整した後にもう一度、先ほどの機械で、確認して。確認します、ね。はい。はい。じゃあちょっと調整していきますね。はい、お願いします。じゃあ、調整しました、はい。もう一度ちょっと見てもらってほしいんですけども。はい。ロフト角ですね。いや、まずごめんなさい。雷角です、ね。雷角ですか。はい。で、ちょっとこちら観察です。66度になってます。はい。はい。なってますね。なってますね。はい。はい、で、今度は、ロフト角になります。はい。51になってますね。なってますね。はい。なるほど。これで一応ロフト内角は調整終了です。ありがとうございます。はい。これから研磨します。OK です。エブリワンゴルフ。はい。じゃあ今から研磨していきますね。さっき引いたこの線、こういう形。はい、まずザクッと研磨します。はい。全然完成度は届かないですけど、大体線通りにしていきたい。ここはちょっと違いますけども、そしたらまた仕上げるのかなと思いますね。こんな感じ。で、今重量が、今現在335.5。これをさらに、310近くまで削っていきます。なるほど。じゃあ今からバックフェースに、刻印とかを打つ前にちょっとここのところの、線とかが目立つと思います。見てみると分かりますか。はいはい、はい、これをまずちょっと平らに、こちらの方の別の機械で平らにします。はい。
こちょっといいと思ったんですけど。エブリワンゴルフ。じゃあ今から刻印打ちます、刻印自体っていうのはこういうふうにハンコみたいな感じですね。なるほど。で皆さんが、大体思っている刻印っていうかこうプレス機ですけども、プレス機はまあうちの場合っていうのはそんなに大きなプレス機じゃないですけど、こんな感じですね、形としては。なるほど。でじゃあ今から打ちます。で、プレス機のイメージっていうのは皆さん大体なんとなくガーンガーンというイメージを持ってると思うんですけども、はいはいはい、実際はこんな感じで、スピードとしては非常にこう緩いですね。こういう。これで圧をかけて、いきます。エブリワンゴルフ。じゃあ今からバレル入れまーす。はい、お願いします。はい、まずこんな感じで、中の一部がこれねじ合っているんですけども、これが中でこうぐる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 こういうふうな形で回ってきます。で、この中にこう入れることによって、ぐる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 この一部のようなエリアで点マークになっています。で、これを入れます。これを入れます。今言ったみたいに、この中でこうずっとこう循環するような形でこう回ってますので、でこれを大体約1回します。はい。でその後に上がっていって、熱気を張ったり、呼吸を張っていかないといけないので、目を入れたりとか。エブリワンゴルフ。はい、山本さん、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今日は、要望を聞いてもらって、はい、来客、ロフト客を合わせてもらって、はい、今、工房の方に行って、研磨。から研磨、はい、して、仕上げ研磨、仕上げ研磨して、はい、ステータスのロゴを入れてもらって、そうですね、こういう風な感じで、はい、佐藤のロゴも入れてもらって、はい、
っていうところで、今日の撮影は終了となるんですけども、はい、これからさっきちょっと見せてもらったバレルっていうのにウェッジを入れて、はい、そうです、きれいにする、はい、っていう工程があるんですよね。そうですね。でそれが終わった後に、ここに、57っていう、あの、ただの希望の数字。はいはい、それと、あと、エブリワンゴルフのロゴですね。ロゴですね。はい、でこれは、バレルをかけた後に、はい、やります、はい。で、それができて、その後にメッキを出して、メッキが戻ってきてから、あとは色を入れて完成と。なるほど。というような流れになりますね。では、次回の、はい、撮影は、バレル後。はい、そうですね、はい、それにポンチで穴を開けてたりするところの工程を、はい、撮影してやっていきたいと思いますので、また皆さんよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、どうも皆さん、本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね。またね。はい、